はい、皆さんこんにちは。レナです。タカです。エリキブログです。私たちはナバナの里に来てます。去年も来ましたね。はい、動画も作りました。でも今回はちょっと違うことをやろうかなと思って、まずはビアホールに行こうかなと思ってます。今入り口のところにディスプレイあるけど、めちゃくちゃうまそう。ビールが3種類あるっぽい。ピルスナー、ヴァイツェン、ジュンケル。え、ドイツビールじゃん。長島ビアガーデンって書いてある。ノー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 、長島ビール園一番上、長島ビアガーデン。あ、本当だ。はい、行きましょう入ってきました。なんか雰囲気いいね。あのドイツのなんだっけ、ホークトブロイなんとかハウス、ホークトブロイハウスあれみたい。長島地ビール3種類、ピルスナーとデュンケルとバイセン。説明してというわけで、多分黒ビールと白ビールと普通の一般的なビールかな。パラメータがついてて、はい、まあ、どっちみち全部飲むから、あの後で飲んだ感想をお伝えします。私は今日運転しなきゃいけないからね。レナさんが運転してくれるので私が飲めます。優しいね、ありがとうございます私。というわけで来ました。まずはピルスナーとジンジャーエール。あー、おいしい。うま、さっぱり。キレ、香り、苦味、刺激が強いピルスナー。あー、うま。はい、飲めません。大丈夫。ジュンケルは後で飲んでみたい。ビールの中でまだ一番飲みやすいのがあの黒ビール。そうだね、なんだろうね、甘い系が。そう、甘いよね。ここにも書いてあるの、ナッツやチョコレートを思わせる。名古屋名物、味噌串カツ。誰が発明したかわかる？わかんない。織田信長ヤバトン。名古屋で一番有名な味噌カツのレストランはヤバトンなんだけど、昔は居酒屋だった時に土手にと、この話長くなる？長くなるフードツアーガイドだよはい、いいや、はい、食べます。ヤバトンのやつの方が美味しい。ヤバトンに行ってみてくださいというわけでデュンケル来ました。なんか黒ビール、あんまり黒ではないけどね。全然違う。あ、なんかキャラメルの味がする。じゃあ私は好きかもしれない。いや、飲みやすい。これにコーラ入れたら美味しい。あー、うまっ。もうそれコーラじゃんうざいよ。最後バイセン。もうお腹いっぱいで入りません。パス。パスはない。パスはないね。頑張れ。ドイツ人の嫁を持ってパスはない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 。これアルハラだよ、アルハラ。何アルハラ？知ってるアルハラ。知らん。え、パワハラは知ってる？知ってる。セクハラは知ってる？知ってる。アルハラ。日本でアルハラってあるよ。その上司が部下に飲め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 ってアルコールハラスメント。アルハラ。皆さん見てください。飲め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 。ドイツ人を嫁に持つとアルハラをされます。そうだよ、アルハラの毎日とパワハラの毎日だよ。セクハラもあるね、かわいそうに。いつもキスしたいからめちゃめちゃセクハラされるし。はい、めちゃめちゃ良くなったよ。お腹いっぱい。なんかタカが光ってるけど、なんか俺の顔だけ私はめちゃ暗いかわいそうに。じゃあレナが持てばいいんじゃない。一回レナが持ったら、うん、良くなった。あ、重たい、なんか重たい。はい、というわけで今からナバナの里の中一周するかないつも通り。だけど今からあれだね、あの UFO みたいな乗り物に乗って上から見ようか。来ましたよ、 UFO。 誰も並んでない。お、恐怖のため運転中止。運転してるけど。これに本当は乗りたかったんだよね。ここにベゴニアガーデンの入り口なんだけど、これ別料金で前回入ったからその動画を見てみてください。ここにめっちゃ全部梅が咲いてる。今は時期だからめちゃめちゃいいよ。普通の梅としだれ梅の雰囲気は何が違うかわかる？下に垂れ下がってるかどうかの違い違うよ。あの葉っぱがあるかないかによって全然雰囲気が変わる。あ、しだれ梅って葉っぱないね。確かに普通の梅は緑の葉っぱがついてた。そう、あ、葉っぱついてない方がなんかそう綺麗だね。そうそう。というわけで皆さん勉強になりましたか普通の梅としだれ梅の違いは葉っぱがついてるかついてないかだそうですフロムドイツ人
というわけでこっからだね。ナバナの里と言ったらこの光のトンネル。ちなみにみんなカップルで来てる。みんな手をつないで歩いてるけど。見てこれ。手が手つないでる。タカがなかなか手をつないでくれないの。え、つないでる？見て。違う、それ違うよ。はいはい。はい、それ握手だよ。それも違うよ。そういうことでしょ。あー、日本人の男性。おー、日本人の男性って言った。お、来ました、光のトンネル。ほんとだ。光のトンネル。終わった。終わりました。あ、メインステージに向かおう。そう、こっからね、メインのディスプレイがあるんだよね。毎年テーマ変わるんだけど。そう、今年のテーマわかんないよ。メインのところを見終わったけど教えて、テーマ分かんない。出たのが宇宙と地球と海と猿。猿じゃないよ、最後猿だ。何、夢の世界みたいな。テーマはよく分からんね。寒くなってきたから足湯に入る時間だよ。あー気持ちいい。あー気持ちいい。あー気持ちいい。あ、足湯めっちゃ気持ちよかった。あったかい。なんか自販機みたいなところにタオル売ってたから100円で、はい、豆知識でした。タカがもう出口に向かってるけど、私はぜんざいを食べたいよ。え？ノーノー。イエスイエス。さっきお腹いっぱいご飯食べたよ。すごいね、まだ食べれるの。私はあのデザートは胃袋化け物だね。これ毎年食べてるから、食べないとナバナの里に来てないみたいな。うまそう。食べないよ。1個ちょうだい。いらないって言われた。